いかにおほうれん草様がお育ちになる、芽を出しやすくなるような、温度帯を、人間が、我々しもべである農家が、おほうれん草様が、お発芽になられるための温度を設定してあげる環境を整えさせていただいている、これが実は農業なんですよ。さあやりましょう。さあやりましょう。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業パーソナルトレーナーの山下博之です。このチャンネルはですね、私の農業経験をもとに新しい農業、そして稼げる農業を実践できるように中堅若手農業者、そして新規農業者さん向けに配信させていただいております。ということでですね、今日も農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕してまいりたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらです。若手農業者のための経営講座ということで、これ前回からやっております。この営農と経営の違いということをですね、ちょっとこうシリーズでお伝えしたいと思います。で、まあ何、営農と経営の違いが分かったら、まあ、どうなるのって、まあ、思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、端的に言うと、今の時代は、まあ、営農だけではちょっと厳しくなりましたよっていうことです。ちゃんと農業者も経営っていうものをやらないと、まあ、ちょっと難しくなりましたよっていうのが、まあ、今回の、まあ、テーマになっています。でもじゃあ営農と経営ってどう違うのっていうことで、なかなかこの、うん、今まで農業業界というのは営農だけでやってきた部分があって、まあ、経営というのをちょっとねないがしろにしてきたことがあるんで、まあ、そこをちょっと掘り下げることによって、あ、なるほどと、やっぱりこれから農業も営農だけじゃダメなんだ、経営をしっかりやっていかなきゃダメなんだっていうことをですね、まあ、ぜひ皆さん方にご理解いただいて、まあ、少しでも営農者から経営者に、農業者からまあ経営者に学んでいただくことがですね、まあ、この動画のまあ目的になっています。さあそれでは早速始めていきたいんですけれども、まあ、そもそもこの営農というのは、まあ、ざっくりいけば、まあ、生産に特化した部分ですね、生産管理っていうことがあります、ね。で、経営というのはどういうことかというと、まあ、実際、生産管理、栽培管理だけではなくて、やっぱり販売管理というのもやらなきゃいけないですよね。そしてこの経営管理というふうなこともやらなきゃいけない。この3つをやることが実は経営になります。で、ここで誤解してほしくないのが、じゃあ営農はダメなのかということです。これそんなことありません。営農はダメじゃなくて、営農だけではちょっと今から苦しくなりますよっていうことなんです。で、実際ね、営農指導員の作家たくさんいらっしゃいますけど、まあ、いかに収量を上げるのか、いかに生産性を高めるのかっていうのはこの営農指導のポイントになります。でも本来やらなきゃいけないのはこちらの経営の方、まあ、ここをですね、ちょっと簡単にここ4つ解説していきたいと思います。で、まず1つはですね、こちら、物を作ろうとするというのが営農ですね。でも物を作ろうとするって、普通物を作るでしょって、農業だから、まあ、物を作るのが普通じゃないのって思われるかもしれないんですけども、じゃあ経営はどうなのかって言ったら、こちらできる仕組みを作る、なんか似ているっていうか、まあ、ちょっと違いますよね。農業っていうのは当然、私も野菜農家なんで、物を作る、種をまいていいものを作ろうってやっぱしますよね。だそこだけにこだわるんではなくて、どうやったらものができるのかっていう仕組みを整える。だから私もよく講演セミナーでお話しさせていただくのは、農業ってあれ野菜作ってるんじゃないんですよね。お野菜様がお育ちになるお環境を整えさせていただいている。ちょっと口がまみりませんね。つまり、例えば大根作るんであれば、大根の発芽温度が5度から30度、まあ、油の中であれば、でほうれん草であるならば20度から25度ぐらいが、まあ、発芽の適温だと、15度から25度までが適温だとするならば、いかにおほうれん草様がお育ちになる、芽を出しやすくなるような、温度帯を、人間が、我々しもべである農家が、おほうれん草様が、お発芽になられるための温度を設定してあげる環境を整えさせていただいている、これが実は農業なんですよ。例えば畜産でも、お牛様がお育ちになるために、夏暑いなら扇風機をかけるだの、まあ、いろいろ餌をやるだのしながら、お育ちになるために、我々農家は一生懸命働いてるんですよね。ですから皆さん方今何やってるのかというと、いや俺が野菜を作ってるんだなんて、そんなおこがましい。お野菜様がお育ちになるための環境を整えて差し上げている、まあ、これ
このためにビニールハウス、私施設園芸だったんだけど、ハウスの開け閉めとかね、陽明散布だ、防除だ、肥料だっていうふうに、もういかに上手にお育ちになるか、すくすくとお育ちになるかっていうのを、もうこれ一点一生懸命やっているんですよ。ってことは、物を作ろうとするっていうことに執着するのではなくて、いかにできる仕組み、できる環境が整うかっていうことが、まあ、経営になります。これ他に農業だけではありませんよね。例えばラーメン屋さんにしてもカフェにしても、あれはラーメンを作ってるというよりも、ランチタイムにスムーズにじゃんじゃんラーメンができるような仕組みを作ってるんですよね。まあ、中にはねすごくこだわって1時間2時間かけて出すような懐石料理とかもありますけども、基本的に物を提供しているというよりも、まあ、なんていうのかな、それができる仕組み、まあ、どうやったらすくすくとお育ちになるのか、まあ、ここちょっとしたことなんだけど、頭の中でよし俺は野菜を作るぞって思ってる人と、いやいやお育ちになる環境仕組みを作るんだよっていうふうに考えてるのはちょっと違ってきますよっていうような話になります。で、2番目がいいもの作りにこだわるのを営農。まあ、基本的に今までの農業っていうのは、卸売市場を介して流通するのが一般的でした。まあ、一般的でしたって今もそうですよね。で、卸売市場っていうのは、まあ、ここ何回言いますけども、あれオークション会場です。で、オークション会場で毎日オーディションが行われているわけですよ。で、オーディションがあって、その時に一番、背が高くてピカピカのモデルがやっぱり一番高い値段で、いわゆる、見た目姿がいいやつが高値がついていくわけですよ。で、ね、足が短くて顔がぶちゃいくなやつは値段がこう下がるという、まあ、まさに、まあ、ビジュアル的にいかに、いいかというところが結構大事になります。だから一生懸命我々農家っていうのは、その卸売市場というオーディション会場、オークション会場で自分の作った、まあ、子どもたちが自分の作った、商品がいかに有利に高く評価されるかということに今まで一生懸命やってきましたよね。で、間違いじゃないんです。間違いじゃないんだけども、じゃあこちら経営となると、まあ、基本的に、そういうオーディション会場に出すだけではなくて、相対取引とか契約栽培とかやりますよね。で、相対取引や契約栽培すると、いいそんなもうオーディションで1位になったやつなんて、そんなのちょっと高いんでしょ、そういうのいいです、うちは、まあ、オーディションで、まあ、ちょっと落ちた人でも十分じゃないですか、いや綺麗ですよ、可愛いですよ、もうそういう人でいいから、うちとちょっと取引しません、これ結構ありますよね。昔、ちょっと例えが古いんですけども、エグザイルじゃなかったな、ケミストリーか、ケミストリーはなんかオーディション番組があって、そのオーディション番組でケミストリーが優勝したんですよね、あの2人が。で、なんかデビューした。ところが2位3位だった人たちを集めてエグザイルができたみたいな話聞いたことがあるんですけども、要はトップだけが売れるのがオーディション会場、トップだけがね高値がつくのが。ところが相対取引や契約栽培というのは、いいそんなもうピッカピカのやつじゃなくていい、もう、普通のやつでいいから、まあ、普通の値段で取引しましょうよということで、その代わり安定的に同じものを、同じ品質ものを安定的にちょうだいねって、もうとびっきりのやつができたりとびっきりじゃないやつができたりするのはちょっと不安定だから、そんなやめてよねって、安定したものを安定した価格で取引しましょうねっていうのが、まあ、経営の部類に入ります。なんかちょっと営農地区にもう職人がピッカピカの10点満点より100点満点、100点満点より1000点満点のものを作ろうとしている営農的な農業と、この経営的な、まあコンスタントに安定したもの、そこそこのもの、まあ7割のもの、まあ7割ぐらいの値段で取引しましょうよっていうのとはちょっと分けが違う。ということで、営農はさらにやっぱりいいものを作るために栽培管理とか、もうその技術、もう生産にものすごく力を入れますよね。だっていいものを作らなきゃいけないから。ところが経営の場合は、まあ、安定したものを作って、定期的にお届けしますよということで、いかにこの販売営業、ね、いかにこのキャッシュに変えるか、定期的に高く売ろうとするんではなくて、安定的に、コンスタントにお金が入ってくる。まあ、実はこれも仕組みなんですけれども、コンスタントにお金が入ってくる仕組みをどうやって作ろうかっていうふうに経営をする人は考えます。でも営農する人はやっぱりオーディション会場に持っていかなきゃいけないんで、オーディション会場とか、まあ、農協さんもそうですよね。農協さんはもう農協という束になって、まあ、言ってみれば、もう吉本興業と松竹芸能みたいに、もう会社と会社の戦いみたいなことで、どっちが上かみたいなことを戦っているようなもんなんですよ、農協さんっていうのは。だからどうしても栽培技術をやっぱり磨かなきゃいけない、まあ、これがまあ営農ということになります。そして4番目が、やはりどうしても
売上っていうのは単価かける収量です。単価かける収量でも、卸売市場に出すときには単価が高いっていう保証はありません。やっぱり市場と、需要と供給のバランスで高かったり安かったり、まあ、現在すごく市場単価高いですよね。でもこれはあくまで農産物が少ないから足らないから、まあ、あの夏の、長雨によってですね、そして9月の長雨によって少ないから、そしてまた今九州の方に台風が来てるんで、これによってまた、品薄になって、相場上がるかもしれませんね。まあ、そんな風に需要と供給によって価格が変わるんで、じゃあ売上を上げていこうとするためにはどうしても量をたくさん取っていこう。なぜならば売上は数量かける収量、取扱量ですからね。ですからこの取扱量を増やせば増やすほど売上が上がるということで、一生懸命収量を上げようということをまあやる、これがまあ営農になります。じゃあ一方経営というのはどういうことかというと、いや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 、そんな数量を上げたところで、そんな数量を上げたところでもう値段がもしそこまで取れなかったならば、経費かけただけでもうね、利幅あんまりないじゃないですかって。だから、ね、いいものをたくさん作ったならば売上が上がるっていう、まあ、昭和のような農業が今もあるならばそれでいいんだけど、今はいいものがたくさん取れれば取れるだけ価格は下がるっていう、まあ、豊作貧乏になる仕組みになってるもんだから、それであるならば経営という、まあ、いわゆるもう最初からもう利益をどうやって捻出するか、相対取引で売上はそこそこでいいけど経費をそこそこにして、この利幅をどうやって取るかっていうふうに利益にコミットメントする、利益にコミットメントするか収量にコミットメントするかによって、まあ営農をやってるのと経営をやってるの違いがあるということです。まあこういった話をするとですね、ああ俺今まで営農しかやってなかったわっていう人たちたくさんいらっしゃると思うんです。でもまあ経営って言ったってね、この仕組みを作るっていうのはなんとなく分かるんだけど、まあ、相対取引とかできないし、今農協に出してるし、そして販売営業のスキルを高めろって言ったってなか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 やっぱり営業できるなんてできない、じゃあやっぱり俺は営農でいいやっていう方もいらっしゃいます。でも全然営農が悪いわけではありません。ただこれから従業員を抱えるとか事業を拡張するとか、やっぱり売上を伸ばしていこうとか、やっぱ攻めていこうというような、経営をやろうとしている人であるならば、まあ、今の営農のままだったらちょっとまあ難しいかなということになります。まあ、十分ね、家族でやっていく中で営農活動するっていうのは全然問題ないですけども、まあ、一発大きくドーンと儲けるためには、まあ、どこかの産地が得られて自分のところだけ生き残って単価がボーンと跳ね上がるみたいな、まあ、そういう時にしかまあ大きな収益を得ることはちょっと難しいかなと思っています。一方この経営の方にシフトすれば、まあ、自分の計画的にですね、こう売上をこう自分で構築して利益をちゃんと残していくっていうふうなやり方ができるので、まあ、私はこれからの農業というのはこの経営型っていうふうにスライドするのはいかがでしょうかっていうふうに思っております。はい、ということで次回もですね、このものについてちょっとね、他にも考え方、この営農と経営の考え方について次回もお届けしようと思っております。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。